こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の5月30日、15分ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の円と小円の値段は 52.54 という、ちょっと下がっちゃいましたね。はい。これ4時間足なんですけど、4時間足でもはっきりわかるぐらい、ね、落ちてます。ここ2日ぐらいずっと上げてきたんですけど、ちょっとね、今日どうなるかなと、もっと売ってくれないかなと思ってたんですけど、ないですね。はい。でも、この上げから見ると、どうですかね。3分の1ぐらい落ちただけということなので、この辺で粘ってくれればね、まだ上に期待できるんじゃないかなと思います。で、月末ですよね、そろそろ。はい。これ月で見るとね、残念ながらこれ今陰線なんですよね。はい。月終わってもこれ40、すみません、40じゃなくて55円近くまでいかないと多分これ陽線にならないので、ちょっとね、あと1日じゃ厳しいかなということですね。もしかしたら、経済指標の発表とかね、今週末、あるいは週明けぐらいにちょっといくつかあるので、そこでちょこっとね、ピクッとくるかもしれないですね。はい。では、ツイッターの方を見ていきたいと思います。はい。ビットタイムズ、リチャールさんの記事がありますね。体の創設者が語るディープフェイクと生成型 AI。今後は NFT を用いた検証済みコンテンツが重要になるのかと。はい。こちらの記事を見ていきたいと思います。体の創設者、ディープフェイク問題におけるブロックチェーンの有用性を語ると。生成型 AI の進歩で検証システムが必要に。体の創設者、チャールズ・ホスキンソン氏は、23年5月28日に公開されたサプライズ AMA の中で、ディープフェイクコンテンツの問題に対処するためのブロックチェーン活用、技術の活用についてコメントしました。今回の内容は AI が生成する偽物のコンテンツ作成が簡単になってきているが、動画や画像などが本物であることを確認するためにブロックチェーン技術を使わなければならない未来は来るのでしょうか、という質問に回答した際に語られた内容となっています。チャールズ・ホスキンソン氏はこの質問に対し、イエスと答えており、ディープフェイクのコンテンツが増えていくにつれて、そのコンテンツが本物であるかどうかを検証するためのシステムが必要になってくるとの考えを語っています。ホスキンソン氏は今後12ヶ月から24ヶ月以内には AI が生成した映像や音声が現実のものと見分けがつかないレベルに到達するとの予想を語っており、ドナルド・トランプ氏やジョー・バイデン氏のような著名人が子供を殺害しているような偽物の動画が出てくる可能性があると指摘しています。このように語るホスキンソン氏は、今後の世界は目で見たものを信じるという現在の風潮から、目で見てそれが真実であると証明されるまで、それが偽物である可能性を疑うという世界へと移行していくのではないかとの考えも語っています。NFT を用いた検証済みコンテンツが重要に。ホスキンソン氏はディープフェイクを用いた悪意のある偽物コンテンツが蔓延する世界から抜け出すためには、検証された情報や検証されたコンテンツが必要であると語っています。具体的にはコンテンツ作成時に NFT を作成して証明を行い、そのコンテンツが正規のデバイスで作成されたことを示す証拠を用意する必要があると説明されており、私たちはどのようにしてコンテンツが偽物でないことを確認すればいいかについて実際に話し合いを進めなければならないと説明されています。なお、ホスキンソン氏は今回の会見の中で、このような検証済みのコンテンツの仕組みを、ジェネレイティブ AI プルーフウォーターマーキング、生成型 AI を証明する電子透かしと表現しています。ここ最近で人工知能 AI を活用して文章、画像、動画などを生成するサービスが続々と登場してきていますが、その一方で、生成型 AI を用いた犯罪行為も問題視されているため、今後はそのような問題視を解決するための手段の一つとして、ブロックチェーンや NFT などの技術が広く活用されていく可能性もあると予想されます。ということで、シンギュラリーネットとか、AI ね、やってますけど、あの辺も基本こういう考え方でやってる、やってるというか、体のと、つながっているということだったと思いますし、確か昨日かな、一昨日かな、顔がね、女性の顔がどんどん変わっていく、AI のちょうど取り上げましたけど、本当にあれで、今、トランプさんの話がありましたけど、ひどい画像だって言ってね、勝手に作ったものが出回ったりっていうのも当たり前のように出てくるということになるので、それを、ブロックチェーンでね、検証できるようにするのが必要だということですね。それは分かりますよね。はい。なので、ブロックチェーンの必要性がさらに強調されてくるということですよね。はい。リオムさん、体のデックスミンスワップ、スネックバンク、
ミームコインを原動力に出来高が急増と。ミンスアップのデータによると、出来高は5月初めの100万ドルから、火曜日に1800万ドルまで急増したと、しますよということです。まあ、デックスが盛り上がっているということで、まあ、どこかでね、また下火になってくると思うので、まあ、その中でも、まあ、おそらくいろいろなね、まあ、入っていた人が新しく残るとか、そういうことになっていくということだと思います。はい、ルシドさん、英語、日本語に訳しますけど、体ので開発は200倍簡単になりました。何年にもわたって開発されてきた体のスマートコントラクトを驚くほど簡単に作成できるツールが、ついに体のメインネットで稼働します。それはマーローと呼ばれ、作用を促進します。体のは決して同じではありませんということで、これ、金融とかの人はね、簡単にスマートコントラクトを作れるようにということで、考えてられてるやつですけど、まあ、これが確かね、いろんなところで検証されて大丈夫だみたいになって、論じされたということだと思います。はい、IOG のね、ツイートをもう読んでみますね。マーロが、こちら、トゥエ、なんて読むんですかね。これによって内部および外部の両方で監査され、開発者が体のメインネットで実行できるようになったということを発表できることを嬉しく思います。マールは体の上でのスマートコントラクトの開発、統合展開を可能にするツールのセットです。既存のスマートコントラクト作成ツールセットとは異なり、マールをスマートコントラクトをプロトタイプ化し、迅速に市場に投入するため特別なプログラミングスキルを必要としませんっていうところがポイントですよね。間もなく監査報告書を発行する予定ですので、それまではマールを IO に従って最新情報を入手してください。さらに詳しく知りたい場合は、新しいウェブサイトをチェックしてくださいと。ということで、まあ、日本の方でもね、どんどん使ってくれるといいなと思います。はい、変わりまして、カルダノ信者さん、ウォレット数は順調に右肩上がり、とうとう410万を突破ということでね、はい、ちょっとしばらくこう見てなかったですけど、ADA ウォレッツと、4月30日から5月、1ヶ月間ですね。はい、すごいですね、これ。直線上にこう伸びてて、はい、こんなに順調に伸びるものなんですね。はい、話がありまして、ビットタイムス、仮想通貨決済を利用すると懲役罰金刑、インドネシアバリ島知事が外国人観光客に警告と。はい、バリとかね、行かれる方、もうコロナ明けで増えてきてると思いますので、ちょっとね、見ていきたいと思います。仮想通貨を利用する観光客に対して、断固として対処。インドネシアバリ島のコスター知事が5月28日に開かれた記者会見の中で、暗号資産を決済手段として使用する外国人観光客に断固として対処すると語ったことが複数の報道で明らかになりました。インドネシアの法律では、インドネシアで行われるすべての取引は現地通貨のルピアで決済しなければならないと定められているとのことで、暗号資産に関しても暗号資産取引は合法だが、仮想通貨決済は違法だと報告されています。報道によると、バリ島ではバイクのレンタル、仮想通貨をテーマにカフェなどといった複数の店舗で仮想通貨決済が受け入れられているとのことですが、コスター知事は仮想通貨が支払いに利用された場合には懲役や罰金刑などに処される可能性があることを説明しています。具体的には国外追放、行政処分、刑事罰などといった様々な措置が取られる可能性があるとのことで、ルピア以外の通貨を支払いに使用した場合には、最長1年の懲役と2億ルピア、約187万円の罰金が科される可能性があると伝えられています。さらに仮想通貨決済を受け入れた企業側も罰せられる可能性があるとのことで、仮想通貨決済の受け入れが発覚した場合には営業停止が余儀なくされる可能性があるとも報告されています。はい、コミュニティの意見。今回報じられた仮想通貨決済の禁止に関する内容については、仮想通貨コミュニティからも様々な意見が出ており、仮想通貨決済の禁止は最低の措置だと批判する声が出ている一方で、理にかなっていると説明する声も出ています。人気の掲示板に投稿された内容では、インドネシアは安定した収入の流れを守っているだけだとコメントされており、税金は厳格な規制があって初めて機能するが、暗号資産ではまだその規制が定められていないため、インドネシアとしてはフェンスを作ることしかできないと説明されています。しかし、今回の発言を受けて、もう二度と訪れないといって批判的な意見が出ていることも報告されているため、仮想通貨決済の禁止はバリ島の観光業に悪影響を与える可能性があるとも懸念されていますということですが、まあ、法律は守らないといけないですしね、はい、まあ、海外は、甘くないので、まあ、すぐね、牢屋に入れたりすることもあるので、
気をつけないといけないですね。はい、では値段に戻りまして 52.48 円ですね。はい、14,012.9×52.48 で元本が10万円ですので計算しますと635,397円のプラスということになりまして、はい、635.4% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。